こんにちは。メリリークリスマス。マサンタだよ。ね、お母さんにポーズして子供たちに座ってくれる不思議の森のクリスマスのおとぎのおばありますからいい切ってください。深い深い森の奥のさらに深いところに動物たちの住む不思議な森があります。 あるクリスマスの日森に大きなスノーマンがやってきました SnowMan は動物たちの遊びたくて森にやってきたのです雪がたくさん降らないと SnowMan は森に来ることができませんこの日は今年一番の雪が降りました SnowMan が動物と遊ぶと思って森の中を歩いていると モグラに出会いました。もぐらはたくさんのたくさんの木の実や果物を担いで忙しそうにしています。もぐラさんこのおいしそうなフルーツはどうすんのスノモはもぐらに尋ねました。秘密だよ。そう言うとモグラは急いでどこかに行ってしまいスノもは少し寂しくなりました。 ロンリーね。怖いそう。また森の中を歩いていると今度はクマに出会いましたクマは大きな木を担いで忙しそうにしてますクマさんこの木はどうするのスノーマンはクマに尋ねました秘密だよそう言うとクマは急いでどこかに行ってしまいスノーマンはもっと寂しく なりましたまたロンリねまた森の中を歩い,歩いていると今度はリスに出会いましたリスは鈴を鳴らし歌を歌って忙しそうにしていますリスさん一緒に歌を歌おうよそのままリスに声をかけましたが鈴の音で声は届かずリスはどこか に行ってししままいましたスノーマンはもっともっとさしくなりました。また森の中を歩いていると今度はウサギに出会いました。ラビットね、ラビット。ウサギはモグリやクマやリスとは違い、忙しそうにはしてません。それ、どころか笑顔でスノーマンに近づいてきます。スノーマンは 大きな声で話しかけました。ウサギさん、どうしてみんな僕と遊んでくれないのウサギは、どうしてみんなあ、間違えちゃった、ごめんね。ウサギは、スノーマンに声言いました。スノーマン、ゆっくり振り向いてごらん。スノーマンが振り向くと、そこには大きなクリスマスツリーとたくさんの動物たちがいます。 モグラやクマやリスもいますシカやフクロやサルもいます森中の動物が倉庫には集まっていました「SnowMan 今まで遊んで上がれられなくてごめんねびっくりさせようと思って内緒でクリスマスパーティーの準備をしてたんだ」動物たたちが用意した たくさんのごちそうと大きなクリスマスツリーを囲んでクリスマスパーティーの始まりです耳を澄ますとツリーの上からクリスマスソングも聞こえてきます動物たちが作ったクリスマスツリーはとても大きくて空,空,空まで時々そうですクリスマスパーティーは夜まで続きとてもとても盛り上がりました スノーマンはうれしくて動物たち何かプレゼントをしたいと思いましたけれどもスノーマンには動物たちにプレゼントするものが何もありませんスノーマンは夜中ずっと考えました動物たちがみんな寝てもスノーマンは星を見ながらみんなが喜んでくれるプレゼントを考えていました 朝になって動物たちが目を覚ますと SnowMan がいません動物たちは森の中を探していましたがどこにもいないのですおい SnowMan どこにいるのモグロもクマもリスもシカもフクロもサルも SnowMan を探しましたがどこにもいません スノーマンは朝日を浴びて溶けていなくなってしまいました。その代わり、スノーマンの行った場所には大きな氷のスケートリンクができたのです。寒い寒い冬の間、動物たちはこのスケートリンクでたくさん遊びます。そう、スノーマンはお返しにすてなスケートリンクをプレゼントしたのです。 スケートリンクはまるで宝石のようにキラキラ、輝いているようヨでした。やっぱり、おしまい。じゃあ、いい子になってね。So, 25日のプレゼントを持ってきます。So, いい子になるね。バイバイ。メリークリスマス。バイバイ。